玉っていうのは、今木の玉を使ってますね。この木の玉はこの劇団を作って以来ずっと私の指に馴染んできている。でこれは木ですからね、そう、木の命っていうのがあって、私が死んでもね、この木の玉は生き抜いていくと思うんですね。木の玉一つにこだわり続ける人形使いが凱さんです。こういった玉一つを使ってでも表現できる作品、随分ね、もう思いの限り思いつくまま気の向こうに随分作ってきましたけども、いやー、それでもなかなか様になるっていうのはそうそうないもんですよね。この玉人形で、そうですね、日本の情緒的なものが作品としていくつかぜひ作ってみたいと思って、いろいろやってきてるんですが、手間をかけながらの1つ2つ3つぐらいですかね。何千回演じてもなかなか満足しないのが凱さん。いつも何かを求め続けている人。求めをさらば与えられんかというのでね、このもう50年近く人形を使いやってきましたね。だけど時々ね、自分に才能ないんじゃないかっていうのはね、しょっちゅう不安がありますね。頑張ってきたんだから、おのずからね、もっと形になっていいんじゃないかと思うけど、そうはなかならないというふうなね、中で、しかしそうかといって、もうだったら今更もう諦めてやめるかっていうこともできないですね。そしたらもうやるしかない。芸名ミスター外食券 ミスター外食券氏、水田外食券氏、水田外氏、水田外氏。本名上田明、1927年1月1日生まれ。木の玉をウレタンの狐に変えて、新しい表現を求めて芸修行が続きます。これは私が小さい時に村の茂平というおじいさんから聞いたお話です。私たちの村の近くの少し離れた山の中にゴンギツネという狐がいました。そして夜でも昼でも辺りの村へ出てきていたずらばかりしました。そうですね、僕は人形使いとして割と得意なのがですね、道化物というか、いたずらっぽくて、で大変跳ね回るとか、そういうふうなことを得意にしてる、私は人形使いなんですね。だから「ゴン狐」という作品を一つやろうかってなった時には、ゴンがいたずらをいろいろして歩くというのは任しとけっていうのはあったんですね。凱さんのプーク時代の当たり役っていうと、そう、ファーストの「カスペル」とか「宿なし犬ポルカン」の笑いの中に悲哀がにじむ演技、いまだに鮮明に覚えてます。
ゴンは村の側の堤まで出てきました。辺りのススキの穂にはまだ雨の雫が光っていました。ゴンは川下の方へとぬかるみ道を歩いていきました。ふと見ると川の中に人がいて何かやっています。ゴンは見つからないようにそっと草の深いところへ歩み寄ってそこからじっと覗いてみました。兵十だとゴンは思いました。兵十は水に浸りながら魚を取る針切りという網を揺すぶっていました。太いうなぎをつかみにかかりましたが何しろぬるぬると滑り抜けるので手ではつかめません。ゴンはじれったくなって頭をビクの中に突っ込んでうなぎの頭を口にくわえました。材料がスポンジでこしらえたんですよね、ゴンの頭を。したらこれが意外と風化するのが早くて、もう1年経たないうちにまた次の頭を作らないと、ダメだってなって、やっぱし人形の命は儚いなと逆に思ったりするようになりましたね。うなぎを盗みやがったあのゴンギツネがまたいたずらをしに来たな。よし、兵十は立ち上がって納屋にかけてある火縄銃を取って火薬を詰めました。そして足音を忍ばせて近寄って今戸口を出ようとするゴンをドンと撃ちました。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。ゴンはぐったり目をつぶったままうなずきました。兵十は火縄銃をバタリと取り落としました。青い煙がまだ筒口から細く出ていました。延べの送りをするっていう時に私が黒子姿でやりますとね、やっぱり人間のある情けなんていうのが出てこないんですね。それで私がもうその主人公の百姓になり変わる形で顔も出しながら最後に延べの送りをすると。長い間ねやってもう本当にもう1000回2000回とどんどんやってたんですね。でそうすると日々が新たにならないという時にね、今の魂がもう一度あの世から蘇ってきて、で今日の舞台がこれから始まると。罪深い人間の心の闇を自戒を込めて演じるガイさん、こんなふうな心優しい自己暗示で日々新鮮な舞台が続けられるんですね。ほらガイちゃん、ガイちゃん、はい、このお人形さんね、皆さんが呼ばないと出てこない。この天井がバーンと飛んじゃうぐらい大きい声でガイちゃんって呼んでくれる？ね。
はい、どうもありがとう。ほら、ガイちゃん、みんな呼んでるよ。早く出ておいで。出てこない。みんなね、あんまり大きい声で、ガイちゃんっていうか、びっくりしちゃったかな。でもっと優しい声でね、ガイちゃんっていうか、ガイちゃん。カッパのガイちゃん。カッパのガイちゃん。ああ、ゴロ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 、ガイちゃん、どこ行った？出てこい、ガイちゃん。あ、何やってんだこら、ちゃんと出てこい、ガイちゃん。ああ、しょうがないのこら、ガイちゃん、どこ行った？出てこい。なんだこれは、これ足だろ、足で頭かいちゃダメだこんなことして。はい、足はちゃんと揃えて皆さんにご挨拶する。じゃあ今度こそガイちゃんが新大挨拶します。あー、これ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 。さあ、それじゃあこれから皆さんに挨拶するけど、ガイちゃん、わかった？では最初にガイちゃんが右の皆さんと挨拶します。ほら、ガイちゃん、右だよ、右。ガイちゃん、右も左も分かんないんだな。ガイちゃんから見た右は向こう側なんだよ、向こうだって。では向こうだっての。今度はちゃんと行こう。はい、向こうの皆さんに、はい、こんにちは。ほら、今まで挨拶ならないよ。はい、では真ん中の皆さんに丁寧に行こう。はい、こんにちは。あ、いいでしょう。ほら、もういいよ。はい、では左側の皆さんにも、はい、こんにちは。あ、いいでしょう。もうダメだ。どうやっておにぎり麺だよ。あ、よーし、じゃあじゃんけんのおにぎり麺よ。じゃあじゃんけんの、はい、じゃんけんぽんよ。はい、こうでしょ。ほら、シャッシャッシャッと勝ちました。あ、今のシャッシャッシャはなしよ。じゃあいいよ、もう一回やろうか。何回やっても勝っちゃうからね。じゃんけんぽんよ。はい、こうで、はい、ほら、ほいほいほい。じゃあいいよ、もう一回やろうか、うん、何回やっても勝っちゃうよ。もういいかい。もういいよ。どっち？そこ？そこ？ありがとう。英語のあるところ。残念でした。あら、向こうから声出したわ。パピーちゃん見つけた。僕だい。パピーちゃん見つけた。子供の感受性は鋭いです。人形が直接魂に触れて、子供たちの目はどんどん輝いていきます。そうだ、あのね、いいこと考えたわ。パピーちゃん、言いたいよ。あ、ミミちゃん、どうしたの？どうしたの？どこ痛くしたの？大丈夫？パピーちゃん見つけた。ミミちゃん、そんな嘘泣きするのがずるいよ。ね、みんなずるいよね。いないぞ。こりゃ、嘘つきめ。ほら、一に乗った。一に乗った。
だ。いないな。ほら、もうお前たちの嘘つきはもう承知しないよ。このもう、もう一回待ってみるか。ほら、1、2の、ぜ1、2の、ば。いないな、やっぱり。みんな嘘ばっかりついとったな。ほんとにもう、ただでおかねえから、そいつのさ。ばーの、ば。ほら、魔法使い。お前ねの悪いやつはね、このポピーちゃんがコテンパンの結局だぞ、こら。何よ、お前のようなやつは天ぷらにしてパクッと食べちゃうぞ。うわさあ行くぞ、さあ来い。うわへへ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 生きていくこと、行動することの楽しさをかきたてていく、これが人形芝居なんです。あーやっつけちゃった。皆さん5000円ありがとうございました。私がですね、久しぶりにふるさとをぜひ訪ねてみたいと思った時にね、まあ、私の子供心の思い出をそのまま身につけているカッパのガイちゃんをぜひ連れていこうなとこう思って、ガイさんのふるさとは瀬戸内海の能見島なんです。人形っていうのはね、今すぐに生きてんじゃなくて、人形の命はね、過去の、ね、思い出がね、その人形に乗り移ることによってね、怪しげな命というものが魅力的に出てくるんじゃないかっていうふうによく思うたんですね。私たちも自分の思い出に重なった時、胸にギュッときます。ガイさんの人形、何か心の深いところに響いて揺さぶるんだと思います。ガイちゃんのデベソなんですよね、うん、私もね、子供の時デベソだったんですよ。そのデベソという、形をぜひガイちゃんに私はこうかっこつけたかったんですね。自分の子供だった頃の一番楽しかったこと、でその時に心が弾んだこと、そういうものをね、私はガイちゃんにね、っていうキャラクターの中に精一杯持ち込んだんですね。そういうところに意外と子供心っていうのは、いたずらをしたいろんな楽しいこともあると同時に、もうそろそろ眠くなってきてる、その時にパッと目の前に浮かんでるその夕焼けの空の鮮やかさっていうものは、本当に何年経っても忘れませんね。私の小さい子供の時に一緒に何か動くとすれば、必ずおばあさんが私と一緒に動いて、実際に育ててくれたのはもうほとんどおばあさんだったんだけど、やっぱ母親に対する思い出っていうのは非常に少ないんですね。そのためでしょうか、生々しいお母さんはいないみたいです。ガイさんのイメージの中に理想的なお母さんが住み着いたんでしょうね。闇の中から優しいお母さんが現れて、来てほしいなと思う時に来てくれる。着物で日本髪、駒桁が見えるようです。
日本では古くから人形芝居は人間の魂を表現する芸能でした。この狐の命っていうのはね、こんなところにあるのかっていうねことをふっとね発見することがあるんですね。でそういうものがこう溜まってくるとね、狐のひょっとした時のある思いっていうのがね、こんな形で生きてくるんだなっていうものが私の中にね、人形使いとしてのこう表現がね、だん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 溜まってきますね。私はそれが一番大事だと思うんですね。朝5時半、東長崎の劇団から旅公演に出発します。ガイさんの何かを求める意欲ってすごいんです。何しろ電話魔、もう早朝だろうが夜中だろうがじゃんじゃんかかってきて、人の迷惑考えずに演技論が続きます。まあ芸に熱中してるっていうのと子供っぽい人柄で、まあみんな許してるんですけど、まあそれまでですね、私はあの人形、現代人形劇の可能性をね、精一杯にあの実験してみようっていうのがあって、テレビにも顔を出したし、夜のショーの世界にも顔を出すし、とにかく朝昼夜もうのべつ幕なしのいろんな、意欲的な行動をしたんですよね。だけどもね、自分でそれをずっと続けていきながらね、ただ自分勝手に忙しくしたのかもしれないけども、これでいいのかっていうね、今日あっても明日のない命みたいな形の芸のね、こう修行の仕方っていうのにね、非常に疑問を持つようになったんですね。ここでの自分の可能性を、これからの、その人形使いつつの生き様をね探るためにもね、世界一周してみようというので、その時期相当まあ決意を固めて、この際やっぱりアメリカ経由して世界一周してみようと、一周しながらね、自分の思いをね、もう一つちゃんとね、私が何を一番ね、あの志しているのかっていうことをね、再発見してみたいってなったんですね。それでアメリカを経由しながら行って、それで機械仕掛けで、そのなんか歴代大統領がね、本当になんか人間そっくりに動くのを見て、それでいやこれは参ったなっていうね、好きじゃないからですけどね、それからあのパリに入り、それからあのトルコに行き、それからインドに入ってというようなことがあったんですね。本当にね、あのなんて言うんだろうな、私がやっぱり相当冒険心を持ってて、それでなんていうかな、好奇心も強いんだけども、インドではそれは通用しなかったですね。一人旅だから、だから自分の思い込みで動けば動くほどね、もう身動きにならないところまで追い込められたような状態になって、だその時一番私があのなんて言うんだろう、その精神的に心が安らかになって、よしこれならやれそうだっていうふうに思ったところがネパールだったんですよね。でその時にね、もう私を育ててくれたようなおばあさんが村の入り口の大川でね、一生懸命お洗濯をしね、女の子が一生懸命わらたを運んでいくというのをこう見た時にね、タイムマシーンでね、私が昔々の時代にね、自分が入り込んでったっていう気がしたんですね。うん、その時に自分の気持ちがものすごく安らかに落ち着いたんですよ。だからね、ああこういう気持ちになれるようなね作品を日本に帰ったら、今私がなるほどと思ったその山奥を深くね入り込んだ村で腰を据えてね人形芝居を作ったら、きっといいものができるに違いないというのがさきちゃんやんばのねきっかけなんですよね。この太鼓の音、思わず昔々の世界に連れ込まれます。ああもうすでに凱さんマジックにかかってます。東西東西、これよりご覧に入れまする人形芝居は日本の昔々の人形芝居、さきとやまんば、さきとやまんばでございます。東西東西。
これまでうちの作品でですね、黒子が大きな役割を果たすっていう、その一番最初のきっかけになったのが咲きとヤマンバなんですよね。もう日が暮れるっちゅうにこんなところで何してんだ。早くうちさ戻れ。私が一番これはちゃんとしておかないかなと思ったのは黒子の、働きかけなんですね。つまりこれは舞台転換をしていく、その時に黒子が、だんだん、つまり見てる子供たちを昔々の時代に、いざなっていくという大事な役割があるんですね。よいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ、よいしょ、こらしょ。まあ、私はヤマンバを演技したりしてるんだけども、そのヤマンバがちゃんとこの舞台で生きてるなっていう気配を作るのは黒子だと。おばばはこの家に一人で住んでいるのか。ああ、一人じゃ。寂しくねえだか。寂しい、いや、寂しいなんてこと、とうの昔に忘れちもうた。とうの昔にな。わしの娘や息子はおめえと違ってうんと親不孝もんよ。子供がいるのか。いや、ずっとずっと昔の話じゃ。気の毒なおばばじゃ。なあおばば、おらと一緒に山を降りよう。そいでおらの家で暮らしてけれ。おっかと二人で孝行するけん。なあおばば、そうしよう。おめえは優しい子じゃのう。そうじゃ、話に身が入ってごちそうすっかり忘れしもうたわい。おれ、鍋見てけれ。へい。あ、熱くって取れねえ。弱虫だな。仕方ねえ、取ってやろう。ギャー、メイドの土産にもう一度わしの恐ろしい顔を見してやろう。単純な両手使いの人形でここまで文楽並みの息遣いが表現できるなんて、きっと思いが溜まって溢れ出しているんだと思います。黒子第2弾っていう形かな。その次の試みとして取り組んだのが耳なし芳一なんですね。お買い物は、耳なし芳一ではですね、幽玄の世界にお客をね、ぜひともいざなう形にしたいというのがあったんですね。
一度の壇の裏を。はい。さるほどに源氏の強者ども比企家の船に乗り移りければ水所勘どれども、あるいは居殺され、あるいは切り殺されて、壇の裏の戦いに敗れて海の底に沈んでしまった防衛が再び宝一の素晴らしい語りに惹かれて、この世に姿を現すんですね。恨み辛みのね、哀れさをどう出すか、ただ怖さじゃなくてね、哀れさをどう出すかっていうのにね、だいぶ絞ったんですね。船底にみんな倒れ伏しに帰り、前世の上前海業の恩力によって今万丈の主とは生まれさせたまえども、悪縁に惹かれてご分すでに突きさせたまえ侍に、あの波の下にこそ極楽浄土とてめでたき都の侍。壇の浦で滅びた平家一族の無念な心の闇に取り組む凱さんの優しさがひしひしと伝わってきますね。マルセル・マルソーっていう人がね、日本に来て盛んにパントマイムを見せてくれてね、あれを見て私はものすごく気に入りましてね、でおまけに彼のパントマイムの中でね、蝶々がパーッと飛んだらパッと捕まえてね、で振ってやると蝶々がこうひらひらひらっと落ちるんですね。フランスのマルソーのマイムなんていうのはパントマイムはもう大好きだったんですね。でそういうものが、今度は私の思いの中で、日本の伝統的に生き抜いてきた獅子舞と、それからマルソーのですね、ヨーロッパ風の味というものがこうミックスされながら、この獅子舞ももう劇団を作って以来ですから35年、演じ続けてきたわけです。
傘のファンタジーです。日本の傘が出てきまして、ちょっとした恋物語、これも作ったのはですね、45年ぐらい前でしょうか。私があるね、こんな恋ができたらいいなっていう憧れでこしらえた、非常にその当時とすればモダンなものだったですね、傘の恋物語。私は割とこう相手からですね、仕掛けられることが少なくて、いつでも自分の方から仕掛けてはですね、不幸なことになってるね。やっぱり恋物語もですね、私の初恋の女の子がいましてね、広島なんですけど、それで私が熱心に行けば行くほどだんだん向こうは遠のいてきましてね、それで結局失恋しましたけど、だけど結局失恋のまで終わるのはやっぱり尺だからね、やっぱせめてこの作品だけでもね、やっぱり女の人は私の思い通りになったというね、ふうにこうしたんですよね。なぜ傘が開いたか、あれはですね、手の内をお話しするとね、いとも簡単なんですけどね、実はあれについては私はいろんないい勉強しました。っていうのはね、最初の頃ですね、あの傘が開く、女心が開くね、のね、あの糸をつけました、からくりの、それでクッと引っ張ったんですよ。そしたら女心は嫌でもでも開かざるを得ないなってたね、
で、それって言ってたらパッと開くんですよ。ね。で、味気なく開いちゃったりしてね。やっぱり自分で納得いくまで、やっぱ女の傘がふわって開く瞬間をなんとか作りたいというふうに思ってね、いろいろ考えて工夫してね、その代わりそのね、傘には傘のね、思いがあるっていうか、重みがありますから、そうするとね、ある速度でしか開かないですね。それをこちらがいくら急いで早くっつってもダメなんですよ。だそれをですね、早く開きたい際で一心でね、あれ重くすればいいんですよ、フィリルをたくさんつけたね。そうするとね、ふわっと開くんです。その代わりこう閉じた時、この辺りがこうなるんですね。ボワンとこうなるなってね、これはあかんなとか思ってね、女心が開くまで待つと、その時は待たなきゃならないいうところを悟った時にね、こういう開き方になったんですよ。何にもいらない、仕掛けは何にもいらないと。だから絵を持ってますね、下の方の持っててずっとこう緩めるとね、おのずと開いてくれますね。それをね、待つという工夫をですねするのにね、それが納得できるのに10年かかったですね。いや、その間に私もね、やっぱ女心は待たなきゃいかんということをね、実際に経験しましたから。私はね、自転車に乗るのが好きだっていうか、自分のエネルギーを使って、で足で漕いであるところまでは行く、そうやって生きているんだっていうことをね、自分の体そのもので感じたいっていうのが、若さっていや若さの秘訣みたいなもんであるんですね。そう、私が今人形使いでいろんなイメージがこうふっと湧いてくるっていう時ですね、子供の頃に、自転車を買ってもらいましてね、でその時に私が一番得意だったのはね、道草なんですよね。帰りがけになってくると、いろんなところを自転車で、ずっと通りながら道草していくというのが私の日常でしたからね。でそういう時にちょっと蝶々が飛んでいれば、ついついその蝶々をずっと、見てる。である時はまあカエルが飛ぶのを見る。でそういう時にまあ何て言うんですかね、いろんな昆虫類とか動物類が動いているものを見る。である時は馬がずっと行くと、その馬がどっかでクソ垂れるんですね、マグソ。あの垂れる時の様子までを好奇心の持ってどんどん見ますからね。そういうふうな中で子供心に好奇心にそそられるものっていうのはね、随分私はね見届けてきたですね。人形に命を吹き込む凱さんが無心の命の営みに見入るって気持ち、よくわかります。あのシャクトリムシがこうじわじわ動いていく、その時に、自分の想像を超えたところで、あのシャクトリムシの何とも言えない動きがあると、それをずっと自分の好奇心が収まるまで、いつまでもそのシャクトリムシを見てたり、また追っかけてきますからね。そういうふうなものがね、知らず知らず自分のね、芸の肥やしになってたというのはありますよね。トンボはね、蝶々のひらひらじゃないですよ。トンボはスイスイですからね。ひらひら飛ばないんですよ、トンボっていうのは。あれはスイスイって飛ぶのね。だからあのひらひらってのは風の、あのまにまにね、何かそれこそ風が吹けば吹いたままに飛ばされていく。蝶々ひらひらと思ってヨーロッパまで行けませんよね。そうするともう飛行機に乗っかってデーンと行っちゃうんだからね。あれはスイスイと飛行機で行かないですよね。ブーンっていうのあれで行くよね。だけど人形劇の実態の動きの実態はね、飛行機のブーンじゃないんですよ。蝶々ひらひら式なのね。だからそういったのがつい何て言うんだろうな、そのいろんなものをこう見て刺激を受けるんだけども、一番元にあるね、蝶々ひらひらのものね、それは蝶々を使えば使うほどね、そのひらひらが自分に移ってこなきゃ。だからね、ひらひらと共に生きるんだから。
朝6時半仕込み開始です。外資即興人形劇場というその名前をつけたのも行く先々でちゃんとそこを劇場に見立てるように、あの体育館をだから割と大変だから避けるっていうことはないんですね。だからいい環境を子供、あのそこの子どもたちに見てもらおうと、あのイマジネーションがね、見てるお客子どもたちにもね、そうかと思えるね状況絶対作らないかんですからね。どうやって作り出すかということに、手間暇かけますからっていうのでね、みかん一つはめてもできますよということはよく人形の講習会でねやったりするんだけど、こちらはあえてプロとしてねちゃんと見せるべくして見せるときはこれだけ手間暇かけた舞台装置空間ですね、舞台空間を作っていくんだということがね、もう大きい、まあ、上演するときの、まあ、自分たちの心の定めになってますよね。体育をする空間ですから、でそこにですねじっくりと今月のような作品をあの、お客が見届けられるような空間を作るという時に、私が一番ホッとするのは、もともとそこに黒い幕がホリゾント側にあるっていうのはほとんどないんですね。でそうするとそれにちゃんとあの一番後ろに黒い幕をきちっとその貼って、でその前にうちの舞台がこうコツコツ作られてって、でその時にあの自分たちが操る人形たちがね、その中からその黒い闇の中からあの命を持ってパッと現れてくる、そこにあの人形ファンタジーのなんていうか生まれてくる可能性があるんじゃないかと。こうやってだん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 外産マジックにかけられて、観客も外産自身もその世界に引き込まれるんだと思います。早く見ろ。いやー
ってこい。そのかいちゃんと会おうよ。ちゃんと会わないとこの頭腐っちゃうからな。いたずら小僧を演じる71歳の元気さ、皆さんこの秘密わかります？新年っていうおとなしい子がですね、もう困った困ったな時もね、蓋がない紐がないっていうんでね、もう夢中になってね、慌てふためくとかあるんですね。でこの時に本当に慌てふためいたような気配を作らないとね、子供が共感しないんですね。泡を食ってもうどうにもならない状態っていうのをね、生理的にでもね、こうバーンと出さないとねダメなとこあるんですよ。という芝居はね、小さい子向けにやるのとね、少しもう高学年になった子どもたち対象にやるのじゃものすごく変わっちゃうんですね、うん、どういうとこが変わるかっていうとね、子どもたちはね、お嬢さんの言ったこと本当だと思ってる子が小さい子ほど多いですからね。そうするとこう蓋を取ろうなんて言ったりすると、もう 見ちゃダメとか言っちゃダメっていうのをね、先取りしますからね。そういう時は早く取るんですよね。早く紐を取ったり蓋を取ったりする。とか高学年になるとね、今度はそうじゃなくて、いかに取ろうとしてるかっていう、その知恵のね巡りのところで楽しむんだから、そこの息遣いとね気配をね、ものすごく大事にしとかないとバカにするんですよね。京都黒谷の西雲院に外さんが建立した九月塚があります。日の目を見なかった人形たちや働き疲れた人形たちを慰める供養が毎年11月に行われます。そう、私がですね、45年、人形使い45年をちょうど過ぎた頃に、
家田流言さんとお会いして、でその頃ですね、もうさすらいの人形使いの旅を続ける中で、さあいつどこで果てるかもわからんという時ですね、この、黒谷の西武院のね、雰囲気がとても気に入ったんですね。でそこにね、なんとかね、九月の塚でも作ってもらえたらと相談をかけたわけです。私も人形の方が歴史が長いって言いますかね、50年以上人形をやっとって、でまあ坊さんの方が40年ぐらいなんです。そういうことで、非常に人形に対する思い入れというふうなものはありましてね。そして昔からある人形をする人たちが、それこそ名もなく貧しく、そして旅路の果てで朽ちていった人がいくらでもいると。我々もまたそんなふうな人生、それでいいじゃないかと。しかし寄ってきて、そしてみんなで長い大きな命の中で生きられるように、丸い塚を作って、それが大宇宙というふうなね、生命の中で生きていこうという、まあ九月塚のね、もともとの起こりと言えるんじゃないかと思うんですよ。舞台の上で演じる時って日常ではとっても考えられない力がいります。それをパッと出すのにはものすごい集中力で爆発させる訓練が常に必要です。もともと人形っていうのはね、口が喋れるわけじゃないし、ね、人形がいかに生きてるかに動くかっていうのが大事ですからね。だからその特訓をね、ただ黙ってって言ってるとね、なかなか自分のね、肉体を逆に抑え込んで凍りついたみたいになっちゃうからね。だからあえてね、声を出して、えいっていうね、あうんの呼吸でもね、気合をかけ合うと。自分に神を呼び寄せ、神がかることとかね、いうふうなね、状態がね、その人間が普通持っている能力以上のものをね、ガーッと持ち上げて引っ張り出してくるんですね。この木の命は長い。私も今命としてはそろそろ70の、ね、命まで来てますけども、この木はですね、私が死んでも生き残るね、あと100年でも200年でも生きる命を持ってますよね。そういう命をね、私がずっともらい受けながらね、この指を通して、これ腕に伝わって、それで私のハートに伝わりね、全身に木の命がね、だん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 こうみなぎってくる、そのものをもらい受けながら演じているんだと。でそういう、まあ、命をもらい受け、また命をですね、今度は見る人たちにね、作品を通してね、こう投げかけていくということで、共に、若々しい命なのかですね。人形に命を吹き込む人らしい祈りだと思います。私はね、半500年の歌を玉人形でね、舞うがごとく演じてみたいと。でその時に曲のメロディーと歌い方が気に入ったんですよね、でところがその文句は一体どんな文句なのかって聞いてみたら、なんか自分がここまでこれから生きていくのに、心優しき人とのある出会い、そういうふうな心優しさでも人間同士が出会うことがなければね、生きていくことが耐えられないっていうふうな、それで恨みつらみっていうものが相当自分に強く働きかけてくるんだけども、それだけに生きるんじゃなくて、明日に向かってのね、愛を信じて生きていこうよと。半500年は私にとっての九月舞なんでしょうね。地理に乱れた自分の思いが玉一つ跳ねて人前をするとね、傷ついた心がね、癒されるという役目をね、果たしてくれればね、
いいなと思ったりしますからね。よだかの星になって高く飛び上がりたかったガイさん、くむつまいで思いははるかに空高くなのでしょう。ガイさんは造形の力に大きく頼る人形芝居で、目に見えない息遣いや気配を研ぎ澄まして今も演じ続けています。